はじめまして、おはようございます。新世代のダークヒーロー MKR だ。皆さん、ポケットモンスターソード&シールド楽しんでいますか？まあ発売から3日ほど経った今、本来であればストーリーを楽しむだろうこの時期にとんでもない事件が起きています。まあその事件とはこの VS モード、俗に言うレーティングバトルですね。まあ今や時代が時代、ニコニコ動画や YouTube で対人戦が人気な環境、初心者、スイッチ版から買った新規など新人トレーナーが僕もガチでポケモンやってみたいと、ストーリーだけじゃ飽き足らず、いやむしろストーリーをチュートリアルと言ってしまって、まあその対人環境に乗り込んでくる黄金の卵、新人トレーナーがいっぱいいると思います。そんな奴らをむさぼり食ってる悪い奴らがいるんですよ。まあすでに対戦環境に整うまでの育成、それはまだ整っていない環境で、なぜそいつらがむさぼるかというのは一番の理由、レンタルパーティー。まあ公式がレンタルパーティーというのを出していて、それがまあ強い、ガチ勢のガチ勢によるガチ勢が考察したかのようなパーティー。まあそれにせっかくねクリアした旅場でいざ乗り込んでみると、それにボコボコにされるという今の環境、まあ心折れると思うんですよ、新米トレーナーの。俺はそれを許さない。だから初心者狩りをされている、これを終わらせるために俺は初心者狩り狩りをします。初心者狩ってるやつを狩る、つまりレンタルパーティーを狩る。でレンタルパーティーもまあ生半可なパーティーじゃやっぱり勝てなくて、好きなポケモン、あ、ちなみに新規ポケモンは今のこのパーティーにはいないんですけど、入れてないんですけど、ネタバレ防止のために。まあ対戦相手は容赦なく使ってくると思うので、そこだけご注意くださいと最初に注意喚起しておきます。はい、じゃあ話が長くなってしまってもあれなので、そいつらに狩るためのパーティーを僕考えてました。で一番重要なのはこのパルシェン。あ、そのレンタルパーティーっていうのはまあどれも強いんですけど、2つ軸があって、ミミッキュー軸の単体軸パーティーと、あとアメパで上からスイスで殴ってくるっていう、その2つが特に強くて、それに対抗する人はまず1パルシェン。でこのパルシェンにケンタスキーを持たせて殻を破って、まあミミッキューを上からつらら張りで殺すという、そういう作戦で、それをまあ軸に戦っていく。でまあそれそんな簡単にいかないんですよ。そんな簡単にいかないので、例えば初手ロトブでボルチェンとかしてくるのに、このガマゲロゲ、こいつが刺さるんですよね。でこのガマゲロゲが本当に良くて、パワーウィップを新しく習得したことによって、まあアメパミラー戦にも強く、水水なんですよ、特性が水水なので、アメパにも強い、後出し初手対面で相手がヒートロトム、こだわりスカーフロトムを出してきた場合にも、こいつキャッチしてからの、まあ、ダイマックス、まあ、実戦を見てもらえばね一番わかりやすいんですけど、まあそれをね見せていきたいなと。で残り2人は、まあ、ダーテング、これは天候を晴れにね、新しく覚えた熱風で晴れに変えつつ、アメパでも、まあ、防空必中、リフトブ猫魂で相手のダイマックスターンを消費する、まあそういう特性もできて、早起き、あれ、おい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 、なんか揚力差だと思ってた、早起きじゃねえかこいつ、お前は首だ。さあそして残りはカンソファだ、これもアメパに強いですね。まあ雷で、まあ、相手をね必中でとがめていくのと、水技無効、まあそしてギルガドとかゲンガーが流行ってる環境でノーアルタイプを持ってるのはでかい。ただ個体値は妥協の妥協、そしてシュート、なんと性格も無補正だけど俺は勝てる、なぜなら全て作戦立ててるから。さあそして残り2体はおもちゃ、それは野生のゴミだ。うん、まあエルフンがいたら相手は積み技を、まあ、いたずら心で警戒するだろうという、あれとギャラドスいたら強そうじゃんみたいな感じで、こいつらは出さないです。でダーティングも出さないことになったんで、実質この3体、パルシェン、エルザード、ガーマゲロゲ、行くぜ。さあ早速やってきやがったぜ、最強候補筆頭のレンタルパーティーがよ。まあこのパーティーはカビゴン、ミミック、ヒートム、ギルガルトなどの中ポケに加え、新600族超高速アタッカードラパルトが入った単体性能最強種族値の暴力、そいつらが揃えば最強だと思ったか。いや違う、真の最強はこの俺だ、最初の犠牲者はお前だ、アポロさん対戦よろしくお願いします、俺の眼光に触れて眠れ。そしてまずは MKR ファッションチェックタイムの時間から、ベージュの髪型、ベージュのカーディガン、よし女子大生だな。ヒートム、まあ、ヒートム以外もここで出すような愚か者であれば、俺が殻を破って気合の助けで耐え、全抜き、後ろのミミッキーごとつらら張りで抜いちまおうと思ったが、まずはヒートムか、いいだろう、お前を強者と認めよう。だがしかしそれすらも釣りだし、こいつはこだわりスカーフを持っている、つまりお前はボルトチェンジ、オーバーヒート打ったとしても俺の突撃チョッキ、水タイプのガマゲロギには入んねえぞ、全部俺の手のひらの上で踊るピエロ。まあここでお前が鬼火を打ってくるようになる、うおヤマトタケル、お前もしかしてタケルか、火の神の。さあがしかし人知は神を超えることもある、つまり今の鬼火外しは偶然に見えたの必然。ここはタクだな、相手が俺のガマゲロゲを特殊型と見るとか、物理型と見るか、もう鬼火しか出せんので、ここは突っ張るべきか。まあ後ろが
そうだな、カビンゴだったら少しやばいが、お前ドラパルド使いたくて仕方ないだろ。新しいポケモンが使いたいんだろ。あ、ちなみに俺のガマゲラからパワーウィップを新しく習得しました。なので財産源不可避。引っ込める。何が出てくる。カビンゴ。ちょっとマジいな。だがこれが俺の新たな力、ダイマックス。行くぜ。ジライア千人モード突入。さあカエル取って侮るなよ。まあ、こいつがなぜ入ってるかというと、別にガマゲルゲが好きだからというわけではなく、まあアメパー、そしてこの相手の使っているパーティー両方に対応できるのを考えた結果、ガマゲルゲしかいないということで、さダイマックスレベルは最大まで上げていて315、100レベルの HP かい。カビゴンが、あのカビゴンがちっちゃく見えるぜ。これはでもあいつは特防じゃなくて物理はそこまで、いや硬えな。まあ、相手ちゃんと種族値とか、それじゃね、個体値とかは全部厳選され努力値も振られている完璧なパーティーなので、しかしお盆の実が発動しなかったことを後悔しな。ここで雨が降った威力 1.5 倍の俺のハイドロポンプで何。いや、いい判断だな。ここでダイマックスを挟んでくることによって相手の HP も増える。つまり技術的に確定数もずらされる。そして俺はダイマックスが切れる。なるほど。いや待って、ここ相手呪いダイウォールから挟んでくるという可能性もあるな。雨とこっちのダイマックスターンを枯らすために。さあ相手の HP は変わってないように見えて最大値が増えてるからか。ダイウォール挟んでくるよな。まあこれはダイマックスの技を全て防ぐという、まあ変化技は全てこの技になってしまうのだが、さあ雨が降ってることによって素早さスイスイで2倍になり、俺が上を取っている。届くか。いや届かないだろうな。ギリ届かない。そんな感じがプンプンしやがるぜ。だがお前も俺に言うことないだろ。やってくるとしたらダイストリーム。そうだな、お盆発動圏内が一番。いやーやっぱり落とせないよな。まあガマゲノゲの火力は正直信用していない。お盆で回復。次のいやダイアタック、これは素早さが下がるんだっけな。ノーマルのやつは素早さが下がったところで俺のガマゲノゲはスイスイだから、まあ素早さ2倍になっているのでカビゴンには負けないというところで俺のダイマックスが溶けていく。これで俺はアクアブレイクを打たざるを得ないか。引きを一瞬考える。どうする。相手の後ろガマゲルゲが残っていなきゃ倒せないポケモンはいない。カバルドのその辺はダーテングで倒せる。最悪ギルガルドだった場合はダーテングの熱風で押し切れるか。それともダイマックスターンを猫騙しで透かすという手もあるが、いやこれがラスト一旦なんだろ。だったら突っ張るべきだな。急所、さっきのダメージを見る限りじゃアクアブレイクじゃ落ちない。まあだからここはアクアブレイク打つしかないな。攻撃ターンを引くか。アクアブレイクを、お決めたぜ。これあ、じゃあ防御ダウンだ。防御ダウン、いやここでアクアブレイクをちゃんと入れれたことはでかい。ゼアタック、お疲れジライア。さああとのことは他のメンツに任せ、後ろでゆっくり休みな。どちらから行くか。ここはパルシェに決まっている。なぜかというとお前の技構成スケスケだぜ。いくら最強のパーティー最強のポケモンを使っていても技と持ち物バレたら全て俺も手のひらの上で踊ってやろ。さあここで何をするかというと、ダーティングで猫騙しをしに行ってとどめをさせるのもよかったんだが、ここは後ろのこと後のことを考え、ここはまずは強さを見る。パルセの強さ、素早さ121だろ。 OK、 素早さ121の2倍、242。ロトムの素早さが138ぐらいだったから 1.5 倍。こだわりスカーフを巻いていたとしても俺の殻を破ってパルシェには追いつけない。到底な。さあ雨は降っているが、このまま相手は雨の恩恵を受けるポケモンはいない。相手がドラパルド後ろあったとしてもセミタックル。 OK、 ビーシュの口知ってる。パルシェの気合の助けまでもいかないと。まあ、気合の助けまで行ってしまったら相手の先制技などがちょっと怖かったところだが、まあお前のパーティー先制技を持ってるのはせいぜいギルガルドぐらい。そうだな、あとはギルガルドだったらヤバいってぐらいか。何を出してくる。いやお前ドラパルド出したいだろ。使うんだ。そいつが使いたくてそのパーティー使ってんだろ。わかるわかるとも、君の気持ちが。ドラパルドジャズ素早さ続くて142。おいおいおい、そんな、じゃあ誰が抜くんだよそいつを。もちろん一皮向けたパルシェンだよな。抜いてるんだよな、つららばりで。まあ、こいつ気合いの助けだったとしてもつららばりで貫通と。まあ、持ち物は一応白いハーブといって流星群ステータスリセットするやつなので関係ない。もちろん確定一発スキルリンクで5発当たるようになってパルシェの力に震えろ。ちなみになんかミサイルバリを新しく習得したんだが、
一応面白いと思って覚えさせたが、今のとこ使いどころゼロ。シェルブレードの方がいいかも。さあラストロトム、お前のスカーフを巻いて安心してるかもしれないけど、俺は素早さに全振りしている。だから抜ける。ただロックブラストを外すのがちょっとだけ怖いっていう本心を隠しつつ、まあでもここお前どうせ電気を削ってきたら、それでこだわられて後ろの天狗で全てが終わる。だからここは強気のロックブラスト。さあカウントダウンの時間だ。悩んでるね。まあ俺の後ろのことを考えてんだろう。まあギャラドスとかいるから、使わないギャラドスとかいるからさ。お一発、そして二発。これが俺の初戦、聖戦、エターナルドフォース。対戦、ありがとうございました。さあ、どんどんやっていこうか。おっと、これはレンタルパーティーではない。アミパッド見せかけたドルーズ短期スナパか。いや、ドヒトゥイとゲンガーが入ってるあたり、ガチ勢臭がプンプンしやがるぜ。まあ、この画面でちなみに持ち物見えなくなったんだな。右下のタイレーツ、性別不明のポケモンは、排水の陣っていう、一人で Z 技使う、それだけは気をつけなきゃいけない。さあ、第2の犠牲者、お前だ。小声ひいひさん、対戦よろしくお願いします。相手のファッションチェック、まずこの証明写真が棒立ちの時点で、まあ、俺はお前のファッションを採点する気はない。ポロシャツだと、はみ出てたです。だから緑色のチェックがよ。ペリッパからアメパか。じゃアメパだったらむしろ俺の後ろの画面の、おお角膜みたいな名前してるね。まあ時間が時間だからっていうよりも、あの時期が時期だから、まだ海外勢としかマッチングしない。日本人にはまだ全然当たってねえな。日本人に当たったら相当の強者。ここはまずはペリッパ相手には殻を破るから入っていって問題ないと思うのだが、ロトムがちらつくぞ。黄ばんでるスマホの、悩むね。悩んでるのか回線が混んでいるのか、どちらか。ペリッパだった場合は殻を破るからの、まあ、ロックブラ外しが怖いからつらら張りで行っちゃってもいいんだが、さあ燃えたぎる瞳、なんだダイマック。おいおい、いきなりペリッパダイマックス、それはちょっぴり予想外の展開だが、お前がダイマックスってところで何するんだ。ペリッパ持ち物が何か気になるところだが、大体気合に出す気かこだわり深くというイメージがある。なので、まあ、こちらのパルシェンとの相性は悪いはずなんだが、突っ張ってくるか。殻を破るぜ。まずは殻を破って上を取った状態でつららでどんぐらい持ってくるか見たいところ。ロックブラだったら確定で落とせ、いや分からん。ダイマックスの種族種の上がり方がどの程度上がってるのか、まだ全然感覚がつかめていない。なぜなら2戦目だから。飛行タイプのダイマックス技は素早さが1段階アップ、ティアニトスキー発動。素早さがペリッパ1段階アップしたところで2段階上がってるパルシェンに追いつけない。よって上からそこが命中安定のつららまりでいくか。ロックブラはどうにも外す気がして、打つに打てん。打たなければいけないという場面では打つ気が起きない。さあつららや、カット。こんな硬いのかダイマックスって。急所でこれか。おい、これプレミだったな。だったらロックブラやめて。これロックブラでも落としてねえぞ。これタイプ1で、まあ、これの大体 1.5 倍ぐらいの火力が入ったと思っても落とせない。まあ、ちょっとダイマックスの種族種の上がり方を舐めていたのか、ペリッパの B を舐めていたのか。まあ、ペリッパは B そもそも硬い方なんだよな。さあ大ジェットでまずいな。素早さ2段階上がった状態だが、お前素早さ2段階上がったと言ってもスイスイカの俺のガマゲロギには追いつけない。食べ残し、なるほど。物理あれか、これは耐久特化か。そりゃ硬いわけだ。ここはいや、エルザードから行こう。俺のエルザードをアメパ対策に連れているんだが、まあ当然のごとく個体値はカスだ。関係ねえ、なぜなら全部一発だから。素早さに何か上がってるから俺の上取ってると思うよな。素早さに全部振ってからのこだわりスカーフ、相手のスイスイ対策完璧だぜ。こんなところでスイスイとか、まあ、その辺の天候による素早さアップのやつの上を取る調整が役に立つとは。さあペリッパーを落とし一旦戻っていく。まあ、スカーフなんでね、ここはボルトチェンジが最善策だったんだが、こちらの手持ちを全て見せてしまうという状況はあまりいただけないな。さあ行くぞガーマゲロゲ。まあ、この水星がある状態で俺のガマゲルゲをダイマックスさせることによって全てが崩壊、倫理が崩壊、論理がタクティクス。何を出してくる相手の、そうだな、なんだ何を、恥鬼、恥鬼周知プレイが好みかい。恥鬼は特性、お前冬とかに戻ってないよね。このまま上を取ってる状態のダイアースで1から。さあ今度は俺の番だ。
初手でダイマックスはさすがに少々びっくりしたが、ここから先はお前のターンはないぜ。一方通行だ。ハイパーボールがキラリ輝く。さあ地面タイプのダイマックス技は特防アップ。よってお前が気合いの助けなどで耐えたとしても、へいでもない、突撃チョッキ持ってるしな。さあ先手を打っての、待って、何ですか、最速スカーフかこいつ、ふざけ、ちょっと待って、助けいや助けやったら絶対そのプレイングしねえよな。やべえこれ、最後ラスティックタイマンが、マジか。おいスカーフゲンガーなんて、お前どこで習った、お前それ恥だよ、お前恥鬼だ、恥を知れ。いやいいだろ、ラスト雨が降ってる状態であのエレクテル伝言にかける。あれ、おい腹筋崩壊、大草原不可避、ダイマックス状態って水で効かないの、おいそれにはさすがの俺も草不可避なんだが、おいそんな残ったモグラ一匹でどうするよ、びちょびちょだぜお前は。もう助けか、助けでもない。大してありがとうございました、ありがとう、いいこと知ったぜ。状態異常とかなるんだが道連れは向こうと。オッケー、これで俺はまたさらに強くなってしまった。ここへビビさん対戦ありがとうございました。よし、それじゃあラスト勝負やっていこうか。階級がモンスターボール級からスーパーボール級に上がったことによってマジでマッチングしねえ。30分ぐらい粘った結果ようやく出会えたソードさん。まあこのソードとかいうタイトルの名前につれては大体メインロムとサブロムで分けるやつだから圧倒的強者、レンタルパーティーでもないしな。右下に鱗滝もいるじゃないか、元水柱。新しいポケモン俺全部旅中ニックネームつけたから元の名前が分かんねえや。でシルバディ、まあミミックがいる、カバルドンがいる、ギャルドスがいるという局面からいつもの戦法とは変わんない。さあ最後の質だよ、ソードさん。おい照明写真も強そうな見た目してるぜ。860、あちなみに俺の819は誕生日です。俳句、小学生がやりそうなことを。何を出してくる、またゲンガーか。ゲンガー初手、まあさっきみたいな謎のこだわりスカーフゲンガーみたいなああいうのはもういないだろうから、ここは殻を破っていく。殻を破るのが最適解だ。まあ後ろがミミッキーだったとして、ここでシャドーボール10万ボルトが飛んできて気合に助け圏内まで行く。でまあミミッキー、最悪ミミッキーだったとして影打ちで持ってかれる。そした場合後出しでこちらが有利なポケモンを出せばいいだけなので、いける、ガマゲロゲが待ってるからな。ミミッキーはガマゲロゲを落とすことはできない。さあシャドーボール、シャドーボールのエフェクトかっこよくなったんだよな。そんな飛ぶ、あまりにもパルシェン、その特防はあまりにもパルシェン。ゲンガーは、いや待って、封印とか新しく覚えてないか、こいつなんか技レコード全部何があるか知らねえから気づかない間に先制技をゲットしてる恐れがあるけど、いや関係ねえ、今ある知識で戦え。ここはツララだ、タスキだったとしても関係ねえ、ツララだ、ツララでいい。まあ、パルシェンの新しい機械助けの戦い方として、相手が先制技を打ってくるのを読んでダイマックスして HP を増やして、まあ、そのチャチな先制技ごと上から叩き潰す、まあ、そういうことも考えたんだが、まあ、どちらにしろ殻を破ってしまったら防御力下がるからプラマイゼロむしろ前みたいな感じで死んでオッケー、上を取って先制技はなかった。これゲンガー突破、呪われボディよかった、新しく浮遊が追加されたかと思ったけどちゃんと呪われボディもあるんだな。つららばりが途中で終わるみたいな、呪われボディ何発動してんだよ。後ろ、これ、カバルドンとかだったら、めんどくせえじゃねえか。砂嵐で殺す。ミサイルまでいらねえ。シェルブレードに変えよう。あ、やっぱミミックスを貸すポケモンがよ！お前、一番嫌いだったんだ、俺は。お前のことが一番、本当に嫌いだった。まあ、今作、何百匹とリストラされたとか、言われているが、お前前作、サン&ムーンで、一体何百匹のポケモンの存在意義を奪ってきた。マイナーポケモン、好きなポケモン、ネタポケモン使って勝ちたいと思っても毎回立ちはだかるのはお前の化けの皮と気合の助けだが、若干弱体化を受けている。気合の助けはもうできない。だから化けの皮は8分の1ダメージを食らうようになったから、ここはまあ予定通り一旦つらばりは打てないので影打ち OK。 ここなんか読まれて変に剣の舞とか後ろ交代してやられるのが一番嫌だったので、まあ影打ちだったらいいだろう。予定通りガーマゲロゲタイマンで行くぜ。さあ行こうか、ゲロゲで突撃チョッキがあまり生きないが、まあ耐久振ってないにしても素早さ AS 全振りなんですが、まあミミッキーごときこの持ち前の耐久力で突破してみせよう。
ダイストーム、まずは多分素早さは先手で撃たれるだろう、間違いなく。何を言ってくる、ウッドハンマーとか、お前やめろよ本当に。また嫌いになっちゃうぞ。いやないだろ、いやガバゲロやめたるやついねえだろさすがに。いやでもなんかわからねえな。シャドウクロウ、影打ち、鶴舞、ジャレスクのテンプル構成あって道連れ鬼火悩んでるね。いやこの悩み方はウッドハンマーはまずない。あれかダイマックスするか芝居で迷っているのか。いやこのターンのダイマックスはない、化けの皮があるから無駄に耐久値を上げる必要ない。なのでいやまあジャレツクだな、ジャレツクで攻撃力ダウン引くのが一番めんどくさい。考えてる、わかるぜ思考、読めるぜ僕は。ダイマックス撃ってきただと、なるほどな、火力強化、ダークボールが光って、さあお前のダークボール熱い対面、巨大マックス同士の、おい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 、鳥肌が立つぜ嫌悪感。なんでお前また出ちゃったんだよ、俺のクロバットはリストラされたのによ。ガバゲロゲ、すべての恨みを俺のこの訓練お前に託した。ハイパーボールから繰り出されるこの奇跡、なぜハイパーボールなのかというと特に理由はない。さあ、まあ、そこまでこのガバゲロゲというポケモンに興味がないからと言ってしまったらそこまでなんだが、ちなみにこの後ろで流れてる曲はアンダーテイルさんのトビー・フォックスさんが作ってくれた。ダイフェアリーは、ミストフィールドだろ、強い、待て、いや大丈夫、ミストフィールドなら大丈夫。危ねえ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 、これちょっとまあ一般ピーポーだったらやばいと思う局面かもしれない、相手になったら化けの皮が残ってるから。だけど大ストームで俺はあえてこれ後手後手から打てることによって天候を上書きできる、まあフィールドから関係ないけど。雨が降るぜ、潤いの雨、恵みの雨、そして勝利の雨、女神の涙かな、いや神様のおしっこポキッってな。これで俺は上を取り、上から雨かでの大ストリームでお前を流していく。まあ、威力一番あるのはダイアースよりも大ストリーム、ダイアースだと落ちるか落ちないか分かダイ、あーなるほどな、一旦粘るのは偉い。ちゃんとここで落とされても次巨大マックス、巨大マックスでね、ダイマックスの状態のガマゲロゲが最後の一体対面しないよう、いい配慮だ、それはいい配慮だが、この一対一のダイマックス戦は俺が制させてもらうぜ。背中決め、背中もキモいし腕もキモい、顔もキモけりゃ頭も決め、それが俺だ。行くぜガマゲロゲ、俺の写し見、相手を流せ、このゴミ袋かー、よし、耐えられてたらまずかったが爆発資産。オッケー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 、ラスト1匹なんだ、カバルドンだったりする、もしかしてカバギャラギャランギャランティーだったらめんどくせえな、どうしよう、シルバーディ、あこいつらがいきなり、いやよくわかんない、モブトレーナーが渡してきたせいでオートセーブ書かれて俺ゴミみたいな答えって渡されて、その恨み全部お前にぶつける、気をつけてください皆さん、意味わかんないやつ渡してくんで。こいつはマルチアタック強化されてるから多分物理型だろう。いや雨降ってるからアクアブレイクで半分削れるか、てかタイプが分かんねえ、タイプが何か分からんけど効果ありって書いてあったからノーマルタイプか、ノーマルタイプに持ち物持たしてるとかそういう感じか。まあそれだと信じよう、だよだよなだよな、いやいやなんか若干黄ばんでるか、若干黄ばんでる、鋼、いや鋼は草は当倍なんだから多分ノーマル、半分オボンオボン、いやいける、ここで強化されたマルチアタックが飛んでくる。さあそれじゃ最後に行こうか、お前がこだわりスカーフ、いやもう関係ねえや、オーボーの見つかったから持ち物がないやつだろ、行くぜエルザード、決めろ、気合玉なんて命中不安定な技打つ必要ねえよ、なぜなら雨か雷必中侍、行こうぜ、こっから始まる俺たちの物語、よかったら高評価よろしくお願いします、これが俺たちの、耐えろ耐えろお前、絶対耐えろお前、うわあ！これが個体値と性格を妥協した俺の弱さか。